皆さんこんにちは、ランタムです。今僕の家はエアコンが壊れてまして、まだ修理には時間がかかりそうなんですよね。で、漫画喫茶っていうね、便利な場所があるんで利用しようかなと思ったんですけども、漫画喫茶にいたら1泊4000円ぐらいいるんですよね。で、じゃあどっかにいてね、エンジンかけて寝ようと、まあ僕はそのエンジンかけて寝たことはないんですけども、それをしようとした場合にはガソリン代だけで1500円ぐらい必要になるんですよね。で、行き帰りの往復だけでもまたさらにガソリン代がいるんで、まあ約2000円いると。なんですけども、自宅のねコンセントを使って車載エアコンと動かしてね、車中泊した場合には電気代の500円ぐらいで済むと思いましたんで、今回は、まあ、車中泊仕様にした車の中で一晩車内で過ごしてみるっていう、まあ、車中泊のね動画を撮らせてもらいたいなというふうに思います。はい、でもうね早速開始しようと思うんですけども、こちらですね、電気を何ワットぐらい使うのかわからないんで、このワットチェッカーを使って実験したいと思います。こうですね、今もうね、コンセントにはこの冷蔵庫や電気がついてるんですけども、向こうのエアコンの下側のバッテリーも今充電されてる状態ですんで、ワット数がねちょっと結構高く出てるんですけども、まあこれも踏まえた上でね、一晩過ごしてみてどれぐらいのね電気を使うのかというのを、実験してみたいなというふうに思います。はい、でもうね今日はご飯も食べてて、あとはねお酒を軽く飲んで寝るだけぐらいなんで、早速ね車の方にこもってゆっくりしてみたいというふうに思います。はい、ということで、ね、車内にこもってきました。現在の時刻は9時30分ですね。で、車内の気温は 31.6 度もあってすごい暑いです。ですので、ね、早速エアコンつけましょう。はい、よいしょ。はい、早速ね涼しい風が出始めました。あー、ありがたい。7万の K をね、車中泊仕様にしててよかったです。すごい涼しいです。ということでね、早速ゆっくりしようと思うんですけども、その前にちょっとエアコンのお話をさせてもらおうと思うんですが、僕はね車載エアコンに関して音が静かなものの方がいいというふうにお話しさせてもらってるんですよね。というのが、音がうるさいエアコンだったらもう本当に一晩中ガーガー音が鳴っててから、いくら涼しくても寝れたものではないんで、僕はねやっぱり音が小さいものの方をねお勧めさせてもらってはおります。で、ちなみにね、エコフローさんのエアコンもいいなおさんのエアコンもね賛否はあると思うんですけども、僕はエコフローのものの方がいいなというふうにちょっと思ってまして、とりあえずこっちはね音が小さくて省電力で軽音だったらねすごくよく冷えるんで気に入って使ってます。はい、ちなみに案件でも何でもありません。で、着るものに関しまして、僕はね基本的にジーパンしか履かないんですけれども、今日はねジーパン持ってる分全部がね洗濯中で替えがないんで、このねこんな感じの、ズボン履いてます。でもねジーパンでも蒸しますね。ちょっと暑いです。仕方がないですね。はい、でもう今日はね動かないんで、お酒をいただこうと思うんですけども、よいしょ、いただきます。ああ、美味しい。で、今日はね、ちょっと番外編ということで、もう今日は料理はしないんですけれども、最近よくね、このカセットコンロで使って料理してた頃が懐かしいっていう風なコメントをいただくんですよね。で、実際カセットコンロは今まだ積んであって、いつでもガス調理ができるようになってるんですけども、夏場なんかはね、車内でガスを使ったら、めちゃくちゃ車内の温度が上がって、すごく大変なんですよね。で、あと、車中泊は OK だけども、火気 NG っていう場所もたくさんあって、そういった場所でねやっぱしガスで調理とかしてたら動画にしちゃうのはちょっと問題があるというふうに思ってるんで、今はこんな感じの電気鍋の方を使って調理をさせてもらってます。はい、ちなみにね IH 使ってたんですけども、 IH よりもちょっとこっちの電気鍋の方が利便性が僕は高いなと思ったんで、今こちらを愛用してます。で、僕が今使ってるのはアビテラックスっていうメーカーの電気鍋なんですけども、実はねこれよりもちょっと少し良さそうなものを見つけてもう購入してありますんで、またね近々そちらの方も、紹介の方をさせてもらいたいなというふうに思ってます。はい、でちなみにね電気鍋の料理ってすごく便利で、日本ではねあんまし一般的ではないんですけども、海外特に中国の方とかですかね、あちらの方では電気鍋めちゃめちゃ普及してまして、家庭用のフライパンとか鍋のレベルで電気鍋シリーズがずらーっと販売されてるんで、もう日本以上にね電気の方の調理器具が今流行ってる状態ではあります。まあ、ちなみにね電気の方が安全でほったらかしができるんでね、車内で使うには電気の方が安全でいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、よし、でね、PC 作業の方もちょっとしないといけないんで、 PC もねちょっと今からさせてもらいたいと思います。で、ちなみにねコンセントはこれですね、ここまで伸ばしてきてるんでこちらが取ります。これは車内を張ってここにねつながってます。よし、はい、ということでね、いろいろ調べてたらもういい時間だったんで、そろそろ休もうと思います。で、今の時間が1時で、1時の時点で
3.14kW 使ってますね。はい。電気代からしたらね、そこまで使ってません。で、エアコンも効いてて、車内はすごい涼しいんで、もう今夜もね、このまま休みたいと思います。じゃあね、寝ます。おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は6時30分で、車内の気温は 26.5 度です。昨晩もね、エアコンのおかげで全く暑くなく快適に過ごすことができました。ただね、なんか設置がちょっと斜めだったのか、結構ねガラ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 音がしてて、何度かねその音で目が覚めました。でもね、少しこうなんだろう、傾けたりとかバンバンってされたらね、音が止んだんで、あとはね、ゆっくり休むことができました。はい、よし。で、ちょっとね、今朝はね、やりたいことがあるんで、もうね、この時間で起きようと思うんですけども、結局昨晩から9時間エアコンを回して、冷蔵庫と電気とパソコンやスマホの充電ですねをして使った結果、電力消費量はなんとね 4.45kWh でした。で、これはね、僕がね想定数よりもちょっと少ない数値で、ちょっと計算しますと4.45kW なんですけども、 1kWh の電気代が25円ぐらいなんですよね、岡山は。で、計算すると一晩あたりね 111.25 円だったんですよね。で、ここに基本使用料が15円ぐらいかかってくるんですけども、それを足してもね130円もいってなかったんで、なんだろう、家でのね車中泊はガソリン代も使わないし快適に過ごせるんで、こっちの方がコスパがいいのかなというふうに、思いました。はい、よし。はい、ということで今回は家のエアコンが壊れたんで、まあ、急遽ねガレージ内で車中泊をするという車中泊の方をねやってみたんですけども、いかがだったでしょうか。今回ね、斜めの径にエアコンを車載してたおかげで、車内でね一晩ゆっくり快適に過ごすことができたんですけれども、もしこれ積んでなかったらね、漫画喫茶でも1泊4000円ぐらい行って、まあ僕はしませんけども、エンジンかけっぱなしのアイドリングで寝た場合にはガソリン代だけで1泊1500円とか2000円いったんですけども、家の電気で車中泊した場合にはね、電気代だけで130円ぐらいで終わったんで、今回はねエアコン積んでて本当に良かったなというふうに思いました。はい、ですので個人的にはね、車載エアコンがあったら何かあった時にこう車内でね涼しく過ごすことができるものではありましたんで、皆さんね、よかったらね、今からの時期多分安くなってくると思いますんで、購入検討されてね、車の方に取り付けてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、とりあえず僕は助かりました。で、ちなみにうちのエアコンは本日修繕予定ではあるんですけども、壊れ方によってはね、もう買い替えた方が安い場合もあったりすると思いますんで、ちょっとまあその辺もね、踏まえた上で修理してくれる方にね相談してみたいなというふうに思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。今回も斜めの件に助けられました。